光景に出会えただけでも、一連の企画をやってよかったと思いました。夕日の町留萌は朝日も綺麗だったのです。この日は田植えです。日の出の頃、浜林さんが水田に出てきました。早いですね。いや早くない、早くない。早くないですか？遅いぐらい。遅いぐらい。今朝日出たばっかりですよ。どんなことするんですか？俺の仕事は水回りでね、ここがちょっと水足りないしな。ああ、そうなんですか。だからどこに水を落とすとどこに溜まるか、浜林さんの頭の中には全ての配管図が描かれています。ここは今水を止めたんですか？うん、下落ちるの止めてね。この田んぼ今田植えするのに大体このぐらいの水でちょうどいいからさ。水が多いと稲が呼吸困難になり、少ないと寒さにやられるのと、機械の滑りが悪く動けなくなってしまいます。峠下は山あいなので、水田の高低差が大きく、その分水の管理も難しいといいます。抜くにも足すにも時間を要するので、田植えに入る時間を念頭に先回りしなければいけません。あら、これがこの跡は何だ？足跡ですか？カモかなんかの跡。あ、カモの足跡？うん、ああ。うん、まあまあカモならまあいい。カモならいい。そういえばさっきそっちに鹿いましたわ。ああ鹿ね、かわいいんだけども、ええ、田んぼの中でダンス踊っていくからね。ああ歓迎会やっていくから引っかき回されちゃうんですね、うん、いや山菜採りのおばさんからの情報で、ええ、山菜採りすぐ向かいの山に行くんだけども、はい、いやそこに熊の跡があるから。おい、熊がこう鎮座して、はい、俺ら田植えしてるのじっと見てるからと。いや、そこの、でも浜林さんあれですよね、ここで峠下で熊は見たことないんですもんね。ああ実物はまだ見たことない。実物は見たことない、うん、お金びっくりと会ってみたいんだけど、会ったら腰抜かすべな。そのぐらいやっぱりちょっと身近に迫ってるんですね、まあ、でも自然に帰ってきたんだな。いや、すごい綺麗な景色ですね。ああ、言われてみれば綺麗だな。こんなところに俺はいるんだよな。こんなすごいところにお住まいなんですよね。海の町、留萌だけに、まさに灯台元暮らしでしょうか。もっとも忙しく仕事をしていれば、眺める余裕なんてないですよね。朝5時半、田植えの機械が出動しました。浜林さんが機械で植える仕組みを教えてくれました。あれ、伸びすぎてるから、恥ずかしいな。ちょっと伸びすぎました。うん。ああ、はい。はい。機械はね、はい、ここから、こう、ボコで、クチンと突き破ってね。はい。そしたら、これがポコーン、ポコーンと飛び出て、ね、抜けるんですね。はい。根っこの方重たいから、はい、こんなになってストンと。ああ、落ちる。はい。落ちて。はい。で、一番理想なのが、要するに、こういうような状態で動く。ああ、はい。ね。はい、はい。田植えは4、5日間かけて行います。羽根付きの羽根を落とす要領で、機械が苗を落としていきますが、定着していく様子がわかります。こちらは機械の出入り口。傾斜があって少し条件が厳しい場所ですが、前回までに浜林さんが説明してくれた浮き苗という現象が見られました。今は手が回りきらないとは言いますが、機械が入りきらない不規則な形の部分と合わせて手作業で植え直すことになります。
さてこの機械、まっすぐ走るには特別な仕掛けがありました。ほら今ハンドル握ってないんですね。あのお天道様から見てまっすぐ行くんだよっていうんで、で今まではねあれにあの助手がついとってね、はい、内つなぎやなんかやってたの、はい、要するに2人乗ってたんだよね。ああはい、それが1人でね。あ、機械も進歩してるんですね。進歩してるけども、はい、お金はかかる。あ、お金はかかる。若い人がいないから、はい、やっぱり緩くないんだよな。位置情報を司る日本の人工衛星も間もなく4機から7機体制になり、誤差もどんどん小さくなっていきます。完全自動の無人の機械が水田を駆け巡る光景が当たり前になる時代もすぐ目の前のことかもしれません。朝ごはん、一緒に食べる朝ごはん、うん、あら、ちょっと今日遅かった。朝ごはん前に一仕事を終えました。田植えの日は応援の人たちも頼みます。苗の入った檻を地面から剥がして機械に乗せるカゴに重ねます。一つに4枚、結構な重さです。ビニールハウスの前に積んでトラックが来るのを待ちます。応援に来た一人が南留萌米について話してくれました。漁師さんのご家族です。ひなちゃんうちのおにぎりおいしいよ、ご飯おいしいよ、あの5つの6つの子が言うんだよ。ああそうですか。いかにメーカーだ、だから苗は剥がしてもどんどん成長していきます。速やかに水田へ運んで植えなければいけません。これを積み下ろしする作業にはどうしても人手がいります。応援の人がお一人、今年で引退宣言をされました。人手の確保には本当に頭を抱えます。お昼ごろ、20キロメートル先のスーパー A コープルモイルピナスからお弁当が届きました。肉も魚も野菜もボリューム満点のお弁当です。スーパー業界も人手不足、新規受付はしていないと言いますが、田植えの時浜林家では古くからルピナスのお弁当を頼りにしてきました。いつも超人ぶりを見せてくれる浜林さんもこの時ばかりはこの様子、機械ではなく人間、ほっとしました。日差しがとても強くなりました。記録の上では気温は20度ほどですが、峠下では25度くらいになったのではないでしょうか。そんな中、浜林さんはひたすら水の管理、次に植える水田に先回りして水を出し入れします。毎年この水の管理っていうのが結構難しいところなんですか。毎年1年生でね、これ天気だからあれだけど、はい、雨降ったらね、これはこれでまた水が出てくるし、ね、あ、そうか、緩くないとこもあるしな。ああ、ここも植えれるように。あ、ちょっと水を落としてるんだけど。水を落としてる。なかなか落ちないですか。落ちないな。あら、あら、そんなとこ座って大丈夫ですか。後ろひっくり返ったらこれ。峠下は山に囲まれた土地です。鹿が水田を駆け回ることが大きな問題となってきました。せっかく植えた苗も荒らされてしまいます。ここ10年ほどは特にひどくなってきて、防護柵をつけなければいけなくなりました。19時、日も落ちてきました。去年までは峠下駅ですれ違う列車がここを行き来する時間です。家では猫のさくらちゃんが家族の帰りを待ちわびていました。翌日は雨の予報、
雨が降ると一緒に撒く薬が目詰まりを起こすので作業ができません。日没ギリギリまで粘りました。でも仕事はこれで終わりません。1日2回機械を洗わなければならないのです。でもとりあえずは腹ごしらえ。時間との戦い。米作りで最も過酷な仕事がこの田植えだと言います。峠下の夜は足元も見えないほど真っ暗。そう、あのガサガサ事件の峠下です。